こんん。にちは、吉田さんお金を貸す時は貸すんじゃなくって返してもらうことを期待するんじゃなくってあげるつもりで貸せっていう言葉ちょっと聞いたことがあったんで思い出しましたとなるとですね目の前の人がいや絶対返すからって言ってもお金を渡すときには戻ってこないんだなっていう覚悟で渡せるかどうかってことが問われてるのかなと思うんですよであげる言ってみればね貸すって言ってもあげるつもりなんですよもうこ貸すって言ってもあげるつもりで渡した その金額、100万なら、ね、100万が戻ってこなくても全然構いませんよと、確認の連絡すら入れませんよっていうふうな関係だったら、渡しても全然 OK だと思いますけども、いや、頼むよ、返してくれよって、これがないとうちもきついんだよ、ほら、100万、100万な、もう絶対返してくれ、絶対返してくれ、これだったらもう貸さない方がいいかなと思いますよね。だから常に、えー、どういうふうに思うかっていうと、お金を貸してくれっていう人が何人来ようと、全部、いや、貸すんじゃなくてあげるよと、気が向いたら返してねって言えるぐらいでお金を渡せるんだったら、 貸しててもいいいんじゃないのってことですよ、ねまあ、ですんでこれからの人生ね、まあ、吉谷さんだけではなくて私にもお金を貸してくれって人が現れるでしょういや貸してくれって言うけどいや俺はあげるつもりで渡すよ、うん、だから気が向いたら返してよみたいなねそれこそ貸した金の全部か返せなくても1,000円とか2,000円でもいいから形だけ返してくればいいんじゃないのみたいな感じで渡せるかってことですよねそこまで思えるんだったら貸せばいいんじゃないですかねそれこそある時払いの催促なしみたいな言葉がありますけどもそんな感じですよね 金を貸したからって言ってて、言どっちかの立場が強くなったり弱くなったりするぐらいだったらもうねあげた方がいいと思いますしあげたことすら忘れた方がいいと思うんですよそれこそお父さんやお母さんが子供にねプレゼントをあげるぐらいの気持ちではいどうぞみたいな感じですよねもうそこには惜しいとか裏切られたって気持ちが1ミリとも介在しないような関係でいるべきだと思うんですよさあそれでですね今回はネルソン・マンデラの言葉を引用して、えー、おこうかと思いますそれはですね生きる上で、 最も大事な栄光っていうのは決して転ばないことにあるわけではないと転ぶたびに起き上がり続けることなんだってことなんですよこれをお金を貸したことをね転んだことって例えるともう転びたくないから貸しませんそれもいいでしょそれもいいと思いますでも貸し続けることによってあお金持ってかれちゃったでもどういうふうに考えればいいのかなどういうふうに自分はその100万円から新しいものを生み出してい,い,いけばいいのかなとかその人との関係が 100万円が返してもらえないことによって切れるんじゃなくてさらに強くなるためにはどういうふうにすればよかったのかなってことを考えると貸して帰ってこないお金ですら投資とも言えるんですよねでそういうふうに考えていくとある人から見ればお人よしに移るかもしれませんけども自分のことをそうやってお人よしって思う人からは何もだから関係生まれないんでその人はもうさよならでいいわけなんですよもちろんこっちからさよならするわけじゃなくて向こうから勝手にいなくなりますけどねでもやっぱり全員ではないかもしれないが少しでもね そのいわゆる帰ってこなかったお金からお互いに学べるものがあって次のステップに進めてさらなる強い信頼になんかね帰ることができるんだったらそれは全然いいいこととじゃないかなか思すよそもそも人からお金を借りる時点で帰ってこない可能性っていうのはそこに存在するわけですからねかなり高い確率でだから私の場合はお金を貸す時に例えば100万円貸してくれって言ったら この人だったらいくらまで貸せるかなって考えて、わかった。じゃあ、貸しはしないけどあげるよ。はい、3万円とかね。<laughs> はい、5千円みたいな感じですよね。つまりそれが、その人の値段っていうふうに私は、まあ、はっきり言うことにしてるんですよ。まあ、お金を貸す機会とかあげる機会っていうのは人間関係がほとんどないんでなくなりましたけども。うんだからね、やっぱ、100万貸してくれって言った人に対して3万円って言って、はい、どうぞって言ったら、いやいや、100万円欲しいんだけどなって言ったら、うーん、払えない金額じゃないけど、 いや君にはせいぜい3万の信用しかないよ俺たちの関係ってはっきり言いますねそれはねそれでもう3万円しか借りれない信頼関係を作ったのは誰なんですかって話なんですよねこっちじゃないですからねやっぱお互いの信頼関係が成り立ってじゃあ困ったから100万円貸してくれって言っても100万円払うほどの説得力がないよ君とかねそれまでの付き合いじゃないよ君っていうふうに言えば済むことなのかなと私は思ってますよねでも逆にですね100万円貸してくれって言った時に 理由は聞かないけど、100万円じゃ足りないかもしれないから、ほら、200万持っていけって言えるような人もいますね、今はね。うん。そういうふうに言われた通りにお金を出すんじゃなくて、こっちが思う金額を出していく。まあ、つまりはその2つ、両者が話し合うのが交渉なのかなと思うんですけどね。どうでしょうかね。はい。まあ、マンデラ大統領は、転ぶために起き上がることっていうふうに言われましたんで、これからもね、私はね、人からお金を借りたりとか、人にお金を貸すっていうのは、人生、生きてる以上あるでしょう。その道は閉ざさないです、絶対に。 うん、絶対に閉ざさないんだけども、その分だけ転んで怪我をする機会多いでしょうね。やっぱりね、自分の体験だけじゃなくて、吉谷さんがそういった体験をしたことからも学びながら、自分だったらどうするかなって考えていければなと思っておりますね。うんまあ、でも本当に、吉谷さんのあの時のね、貴重な体験でしたよね。えー、私もね、あの、一言ながら自分の身に置き換えて、さらに深く学ぶことになりました。はい、じゃあ、ネルソン・マンデラのお言葉でございました。